メロット1、または2と2は2003年に定移性肺がんで高発現している RNA として発見された8000円基調程度の非常に発現の多い調査、ノンコーディング RNA である。その後、癌細胞だけではなく様々な正常組織でも発現することが明らかにされている。神経系などにおいては RNA ポリメラーゼ2によって転写される。 遺伝子の中では最も発現量を示す遺伝子である。また、メロと1は、哺乳類で広く保存されていることが知られている。チンパンジー、赤毛猿、マウスでは、オルソログが見つかっている。メッセンジャー RNA と同様に、RNA ポリメラーゼニによって転写される。メッセンジャー RNA と同様にサ末マッタンに、ポリエービブを持つ。 メッセンジャー RNA のポリエービブは、まずメッセンジャー RNA の新生差が、ポリエーシグナルと呼ばれる、配列の金傍で切断され、ついで切断により生じた三末端が、ポリエーポリメラーゼによって、ポリアデニル化されることで形成される。メロット1では、メッセンジャー RNA とは異なる経路で、ポリエービブが形成される。メロット1の三末端形成にトゥルナノプロセッシング、 因子が関与している。メロット1の新生差の3末端側には、トゥルナに類似したクローバー用構造を取る配列がコードされている。この配列をマスカルナという。リボヌクレス P は、トゥルナのプロセッシングと同様に、マスク RNA の5末端側を切断し、新生差からメロット -1 が算出される。その後、同じくトゥルナのプロセッシング因子であるリボヌクレス Z によって、 マスカルナの三末端側が切断され、マスカルナが切り出される。切り出されたマスカルナの三末端には、トゥルナと同様に CCA 負荷酵素により CCA 配列が付加され、その後マスカルナは細胞室へ輸送される。マスカルナの機能は明らかではない。一方、切り出されたメロット1は、その三末端が a にととむ配列で構成されており、 上流にある U を富む2箇所の配列とともに、ミエラ線構造を形成する。ミエラ線構造はヌクレアーゼによる分解から3、末端を保護することで、マルと1の安定化に寄与する。メロット1は核内に極在するが、特に核スペックルに極在する。試験管内翻訳では、タンパク質は合成されず、目立ったタンパク質読み取り枠もない。 様々な細胞を用いた解析からメロット1は多様な機能を持つことが示唆されている。例えば、メロット1がスプライシング因子である SR タンパク質のリン酸化を調節して選択的スプライシングを制御することや転写の活性化した遺伝子への SR タンパク質のリクルートを制御すること、またポリコーム抑制複合体1の構成因子である PC2 とともに、 細胞増殖を制御する遺伝子を核スペックルへ移行させて活性化させることが指摘されている。さらに神経細胞でシナプス形成を制御する。核スペックルは核質のクロマチン管に存在し、戦具大メッセンジャー RNA スプライシング因子を多く含む核内構造体であり、主にスプライシング因子群の貯蔵、介護・就職の場と考えられている。 トリプアヒラはメロット1にスプライシング因子を隠スペックルに極在される機能があり、選択的スプライシングを調節しているという学説を提唱している。メロット1に関連する疾患を調べてみると、その91.7%が悪性腫瘍である。臓器別に見ると最も多いのが肺癌がであり、肝細胞癌、乳癌、膀胱が癌、子宮頸癌、子宮体癌、骨肉腫、 大腸癌が,が続く。肺癌では予後パラメータである。ゲノム編集によって作成されたメロット1ノックアウト肺癌細胞はマウス移植モデル実験において肺組織への転移が抑制された。ノックアウトマウスでは表現形を示さないことからメロット1の機能は細胞が特殊な条件に置かれた時に見に顕在化するのかもしれない。メロット1のノックダウンは 肺がんの転移抑制への治療応用に使える可能性がある。また、メロット1が遺伝子発現の制御を通じて細胞運動性を促進することが示されていた。ローゼンフェルドのグループは2011年にメロット1が遺伝子ポジショニング制御を担うことを報告した。メロット1は TDP43 と相互作用する。TDP43 は ALS や FTLD との関連が指摘されている。メロット1は多彩な分子機能が報告されているが、ノックアウトマウスに明瞭な表現型が認められずその整理機能については謎が多い。ノックアウトマウスは各スペックルの形態にも変化が認められない。しかしノックアウトマウスで脳高速モデルである中大脳動脈閉塞を行うと高速範囲。 神経症状ともに悪化した。脳梗塞という特殊な条件下では、メロット1のノックアウトマウスは表現形を示すことが明らかになった。ありがとうございます。